はいどうもお疲れ様です。10月13日、えー、金曜日朝6時半の相場解説になります。えっ、ー、とね、三平出ましたね。しかも理想的な形の三平です。こちらの方をご覧ください。ね。えっ、ー、と、確定した三本の要線ですけども、いいじゃないですか。短いものから徐々に大きくなっていって、上に向かう勢いがぐんと出てますよね。で、これは結局、今までずっとお話していた下のこのラインもね、 きちんと守っていて、理想的な上昇格に入ってきました。さらに、こちらの方がネックラインになってますんで、ここをぶち破って上の方に行くなぁというところも感じさせますし、上昇トレンド中ですからね、言うことなく、これからは大きく倍の方向に動いていくことだと思います。ただし、ただしですよ、今回の大きな要戦は CPI で出たっていうところと、あとはね、下手に短期間で上昇したんで、 介入入警戒水域に入りましたねで前回ここで介入が介入とされているものが入ってますからねここにねこれ上に飛び出したヒゲとこの下まで潜り込んだヒゲですよ、ね、この水準に来ちゃいましたんで戻ってきましたんでだから単純に倍でいいのかっていうと一旦はこれ下落するんじゃないかなというところですよねちょっと4時間の方を見てみますよ 本当に何もなければね倍だけでいいんですけどもこれ介入警戒水域来てますからね、うん、で前回の介入はここで起きてるわけでしょでこれをちょっとね実体とヒゲでこうやってゾーンを引くともう介入の水域に入ろうとしてるんですよですんでせっかく伸びてくれたこの陽線の束ですけども、うん、ここでちょっとね4時間で見ると元気がなくなっちゃったんですよ急にでこうしてみると同じ三平でも 一番最後ののつ目のこれ陽線が一番勢いないでしょだから冷やしで見ると勢いがいいんですけども4時間で見るともうあの勢いが止まってるわけですよでだからね単なる三平って言ってもあの一つの時間軸だけで判断すると大きな間違いを犯しますからねうんこれは一気に伸びるようなことにはなってませんよ4時間はいじゃあ次1時間です 一時間はどうなってるでしょうか。ね。三平は出てますけども、三平はね。勢いなくしてもうね、ここで、ボラテリティがほとんどないような陰線と要線の束になってるでしょ髭も目立ちますしね。実態よりも、長い髭の方が多いじゃないですか。まあ、ということで、ここでね、戻しが入ってくるんじゃないかなと思いますけども、それは私の感覚値なんでね、テクニカカ的にどうだっていう説明ができないんですよ。 でもあえて感覚の話しますけどもここから半分ぐらい戻していくんじゃないですかその後でまた改めて上に上がっていくんじゃないかなと思いますこれ私の感覚値つまり経験値ですけどねだからテクニカル的にお話をするんだったらまあこれ横ばいに入りながら、まあ、上にブレイクするところを待つって形になるでしょうね、うん、はいじゃあ今のところはこのぐらいしか言えませんねうん まあ、倍に入りたいところですけども、あの、テクニカル的に見ればね、私の感覚値だと一旦下に下がると思います。あとは、あの、こうだっていうところまで言えないんで、この二つのね、選択肢の中で、皆さんが他の根拠を見つけて、どういう風に行動するかってことになってきます。もちろん金曜日なんで、デモトレードに切り替えていただく方が主だと思いますけどもね。はい、それではまた、FX オリアル日には追加放送させてもらいます。